もし受けて持って帰ってきて、そのねプリントの山を机にドーンって置いて、もうそのまま放置みたいな、また来週も仕受けて持って帰ってきてドーンって、あ、なんか触ってきたみたいな、復習しなってなると思うんだけど、その山見るだけでテンション下がるでしょ。自分がこう気をつけないといけないポイントとか、こういう風に書き込んでいくの。ミスターステップアップの通信コース、モチベーションが続かない、正しい勉強法がわからない、そんな君は絶対にミスターステップアップの通信コースに参加してください。モチベーションがアップするラジオが毎日届く、あなただけの勉強計画で、自宅学習でも絶対に折れない環境を作っています。詳細は説明欄をぜひチェックしてください。あなたは絶対合格できる。どうも、岩しおりです。今回は模試の復習の仕方を教えてくださいって、視聴者のみんなからコメントもらって、今回はね、模試の復習の仕方について教えていこうと思います。模試の復習の仕方が分かんないっていうみんなとか、模試の結果見るの怖いって思ってるみんなとか、あとは模試受ける意味ってあるのかなって疑問に思ってるみんなとか、模試に関してね、いろいろ分かんないことがあるみんなには本当とっつきの動画だから、ぜひ最後まで見てくださいね。じゃあまず、模試の復習のポイントはもう絶対持ってほしいのはこれ、鮮度が命。模試はその受けた次の日には絶対復習しきるってのやってほしいのね。模試受けて持って帰ってきて、そのねプリントの山を机にドーンって置いて、もうそのまま放置みたいななっちゃうと思うねやんか。でまた来週模試受けて持って帰ってきてドーンって、うわ、なんか触ってきたみたいな、復習しなってなると思うんだけど、それはもう絶対NG。もう受けに行ったねのも時間ももったいなくなっちゃうし、もうその山見るだけでテンション下がるでしょ。だから受けに行ったら、もう次の日、もうその日中にはもう復習をこう始めていくようなイメージでね、やっていてほしいのね。で基本的に、例えば試験時間が英語が例えば80分やとしたら、その3分の2ぐらいの時間で復習を覚えてほしいの。今の時期って特に模試を受けることがメインではなくって、一冊のバイブル本を反復して完成させることが目的だから、模試にはあんまり時間を割きすぎないでほしいのね。だから英語で80分の試験があるとしたら、だいたい40分から60分ぐらいの間でね、その復習終わるようにして、で全部完璧に復習しようとしなくていいから、その時間内に終えるようにしてほしいの。ポイントは、例えばその復習をするときに、できる限り今反復している参考書にその必要だった知識とか考え方をまとめて記入していくこと。例えば数学だったら、その問題と回答を1枚の紙にまとめて、例えばこの白チャートだったら、この関連する問題とか似た解き方の問題ってあるでしょ。でその問題のところに、こうここの辺にねピッて貼って紙を、でピラッてめくったら見れるみたいな感じにすると、この白チャートを反復するついでに、その模試の復習までできちゃうの。だからそういう風に、今やってるサイクルあるよね、今反復してるサイクルにその模試を巻き込めるようにしていってほしいので、みんなついついやっぱ模試ってまた別で復習しなあかんとか、勉強し直さなあかんってなんねんけど、新しいものが増えるとまたちょっと復習が大変になっちゃうから、そうやって今反復してる参考書に巻き込んでいくっていう風にしていてほしいのね。で今はそうやってやっていてほしくって、この参考書が仕上がった場合、夏とか秋の模試とかは、こういうふうに模試の復習用のノートをこう作ってほしいのね。でちょっとこう手元を見てもらうと、模試の復習のノートを作る時なんだけど、ちょっと今これ仮でね、センター試験を復習するように過去の塾生が作ったノートを見てもらうね。こんな感じで1枚の見開き1ページに、見開き1ページにね、問題貼って下に回答貼ってるの分かるかな。で問題貼って、この下に回答貼って、自分がこう気をつけないといけないポイントとか、こういう風に書き込んでいくの。こう数列 ABC が等差数列であれば 2B イコール A プラス C、 数列 ABC が等比数列であれば B2 乗イコール AC、 これちゃんと分かってなかったら解けないよみたいなことを書いて、詰まったポイントっていうのはこうやって書き込んでいくと。でこっちのページ見てもらうと、この問題文の条件、これ蛍光ペン引いてるよね。でこう来たらこう解くよっていうのをこの矢印でビーって引いてるんだけど、自分が気づけなかったポイントとか、あ、ここはこういう解法につなげなあかんかったなっていうのは、こうやって蛍光ペンで引いてつなげるっていう作業をねしていてほしいのね。例えば数学だったらね、共通テストであれば制限時間60分だけど、例えばその3分の2の時間の40分でやってほしいことっていうのは、このノートを作ること、これは秋とか冬になってからね、
なんか今の時期はさっきも言ったようにバイブル本に巻き込む、今反復してる流れにしっかり巻き込んでいくことが大事だから、参考書が完成するまでは今反復している参考書に巻き込んでいって、夏とか秋で参考書が完成した段階ではノートを作って、その模試用に反復するっていう風にしていてみてください。で、じゃあそうやってノートにまとめたりとか、こう参考書にね一元化したそのものをどうやって復習するかやけど、こうやって参考書にまとめたものは基本このそれぞれのね、その例題を反復するのと同じで、テレフェレクチャーで解法を復習しながら5回に1回は手で書いておくっていう風にやっていてね、これはもう普段の反復と同じように扱っていこうってことやね。で、このノートにまとめたものに関してはこれもその参考書の反復と同じで、基本的に仕分けしながら反復していってもらうのね。だからその仕分けしてセルフレクチャーしてみて、でこれも5回に1回は手で書いておいてみる、ってやって初めてしっかり身についたっていう風にして言えるから、だから基本的には参考書に貼ってもノートを作っても4回はセルフレクチャー、1回は書いておくっていう風にしてやってみてください。じゃあ模試の復習までの一連の流れを言っていくと、まず模試受けに行くよね、問題と回答持って帰ってくるよね、でお家でその復習をまずやっていこうね。でやっていて丸付けしてその復習するときに、こう、あ、これはもう確信を持って正解できたなっていうものと、確信持てなかったけど正解できたなっていうものと、間違えたなっていうものに分かれると思うので、そのうちの間違えた問題と確信なかったけど正解した問題っていうのを復習に入れてほしい。だからその問題を切り取ってコピーして切り取るなりして、白チャートとかバイブル本に貼ったりノートを作ったりして、で反復しやすい形にしていてほしいのね。で例えばそういう間違えた問題とかがあまりにも多い人もいると思うの、ちょっとその時間では復習しきれないなっていうぐらい多い人もいると思うんやけど、多い場合は基本的に難問奇問合わせて OK、誰も他の受験生もね取れないような問題を復習する必要はその時はないから、あ、これは今反復してる問題のレベルでも解けたなっていうものとか、ちょっと頑張ったら解けたなっていうような問題を中心に、あの復習に使うようにしていてほしいから、そういう風にやるようにしてみてください。ノートなりその参考書なりに一元化していったら、その他のバイブル本に問題を貼ったりノートに貼ったりした後っていうのは、その基本的に3日に1回ちゃんと復習するようにしていてほしくて、他のねその反復してる参考書と同じように完璧にするつもりで、あの復習して5回に1回は必ず解くようにしてね。でその問題もスラスラ解けるよっていう状態にしたら、その模試の復習は完璧に終わったってことにして OK なので、その次の夏の模試とか秋の模試に備えて、そのバイブルを反復するなりノートを反復するなりして実力をつけていくっていう感じでやってみてください。じゃあ最後に簡単におすすめの模試の受け方についてちょっと説明しておこうと思うんだけど、まずまあ年間で受ける回数はだいたい3回から4回、多くても4回ぐらいでいいかなと思います。でそのうちの2回はマーク模試、あの共通テスト模試ね。でそのうち2回は記述模試、前頭記述模試とかその冠模試を受けていくといいから、あのそれ以上受けるとちょっと多いかなって感じだから、私も受験生の時とか、あとは今ね指導してる塾生たちも基本夏からしか受けさせてないのね。まあ、春っていうのはまだ参考書完成してないから、受けてもまだ実力ができてない、できらないから、基本春は受けさせてない。でもやっぱ学校の都合とかでね受けないといけない子もいると思うから、受けることになった場合は今みたいな復習法でね復習するようにしていってみてね。模試って何のために受けるかってことなんやけど、まあ、言ったらね、あの参考書ちゃんと完璧にして過去問解いたらね合格するレベルにはまあ行くっちゃ行くやんか。ただそのどっちかっていうと、その場外戦、勉強以外の面を試していく場として活用してほしいの。だからこう何のために受けるかって言ったら、あの A 判定とかいい結果を出すためではないってことはまず念頭に置いておいてほしくて、あの基本結果は全く気にしなくていいから、模試に関してはあのむしろ失敗しに行くつもりで受けに行ってほしいの。そこで模試で失敗したことが本番役立つし、今先に失敗しとけば本番は絶対失敗せんとこうって思うやんか。昔の塾生でも模試受けに行ってイコカの使い方がわからんくって、あのそこで20分とか手間取って遅刻したみたいな子がいたから、その場でイコカの使い方をね覚えたのね。あの関西のあのピタパみたいなやつね、イコカってとか、あとはあのイコカの使い方わかんなくて切符入れにカッカって入れてなんかあの入れちゃったりとか、なんかそんな感じで、まあ、失敗するための場だから、普段こう自習席みたいな場所で勉強してる子だったら、やっぱ普段静かやけど模試の、ね、会場に行ったら周りにいっぱい受験生が目に見えるような感じでいてて、みんなカリカリと置いてる場で
集中を保ってそのいいパフォーマンスができるかっていうのを試す場にもなるからね。だからそういうシミュレーションをしていくため、普段やってることがちゃんと本番みたいな環境でも活かせるかどうかっていうところを試す場にしてほしいから、結果云々よりもどっちかって言ったらもう失敗して当たって砕けるぐらいの気持ちでいて全然大丈夫やから、でそこでいっぱい失敗しておいて、で本番ちゃんとねパフォーマンスできればいいっていう思ってね、気軽にというか あんまり気負わずに、うん、もしの結果悪かったらもうもうそれで浪人決めようみたいな感じで、そんな重く受けなくていいから本当に全然。だからその本番シミュレーションみたいな意味で前日にその会場までの行き方を調べるとか、持ち物を上げておいてしっかり準備しておくとか、朝何時に起きるという時間から逆算して決めるとか、そういうシミュレーションをするって思って受けてくれたらいいから、そういうつもりでねやってみるようにしてくださいね。ということで今回は模試の受け方について説明していきました。復習の仕方ね、自分が間違えた問題とかあったけど確信がない状態で正解しちゃったっていう問題を、バイブル本、反復する参考書とかノートにまとめるっていう2つの手段で、反復するやり方と、あとはねその模試の受け方とか意味について説明していったから、ぜひね実践してみてみて、せっかく1日丸1日ねかけて受けに行く模試だから、無駄にしないように最大限ね他の受験生の2倍も3倍も活用できるような形で活かしていてほしいから、ぜひこのやり方を実践して成績アップにつなげていきましょう。ということでこの動画を気に入ってくれたみんなはぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。で私個人の LINE アットもやってて、そこで、受験の応援メッセージも送らせてもらってるから、ぜひね無料でできるから登録してみてください。最後にミスターステップアップでは新規の通塾生と通信生を募集しています。通塾の場合は無料の入塾説明会、通信の場合は下の概要欄からその説明会の動画が載ってるページを見れるようになっているので、ぜひそちらから見てみてください。その動画ではむちゃくちゃねヨナタンが熱く語ってるから、もう見るだけでモチベーション上がっちゃうから、ぜひねその動画時間の時にちょっと見てみてほしいなと思います。ということで、あなたは絶対合格できる、みんなで合格、岩しおりでした。バイバーイ。